伊藤中の強みはだから伊藤中の株価は追伸です。こんばんは。福利エフえるです。今回のテーマは、伊藤中商事なぜ株価上昇もし最後まで聞いていただけましたら、とっても嬉しいです。ではまず、伊藤中は何の会社なのでしょうか一言で言うと、商社です。つまり、商品を仕入れて売る会社。次に、 何を仕入れているのでしょうかもちろん、売れるものなら何でも。では、伊藤忠の勝者としての特徴は他社さん、三菱商事、三井物産と比較してみました。三菱商事の強みは金属、特に石炭です。三井物産の強みも金属、こちらは特に鉄鉱石です。対して伊藤忠の強みは火 金属と言われる日用品などです。伊藤忠の日用品といえばファミリーマート。伊藤忠の利益は非金属が利益のなんと76%を占めています。他社さんの三菱商事や三井物産が強みとしている金属は価格変動が大きい。ある時は利益が大きく減ったり、また別の時は利益が大きく増えたりするハイリスクハイリターンです。 一方、伊藤忠が強みとしている非金属は価格変動が小さい。なので伊藤忠は安定成長型の勝者と言えそうです。だから伊藤忠の株価は長期間で上昇。ということで、伊藤忠今後の株価増える個人的には資源と非資源の相乗効果に期待して上がると予想します。あなた様はどう思いますかコメント欄に あなた様の考えを A、下がる。または B、上がる。もしくは C、横ばい。教えてください。今日も増えるなりに一生懸命頑張りました。なので、高評価を押していただけましたら、とっても嬉しいです。あと、今年中のチャンネル登録者10万人。応援のチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。 あなた様のとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。追伸です。伊藤中のファミリーマート、最新型の無人コンビニ始まっています。なので、これからコンビニ事業での安定成長にも期待しています。以上です。幸運を